うわ、美味しそう。バーモンドカレー。バーモンドカレーね、美味しいよね。中辛。はい、どうぞ。いやー、美味しそう。できました。無水カレー。うん。ゴロゴロ。どうすか？美味しい。美味しいでしょ。花輪チャンネル。はい、どうも花輪でございます。そしてママです。はい、はい、今ね夜の9時ぐらいなんですけど、帰ってくるのが11時過ぎるっていうふうにママに伝えてたんですけどね、うん、ちょっと早く帰ってこれたということは早く帰ってきました。帰ってきちゃったね。はい、早く帰ってきちゃったんですけど今からじゃあご飯作ってくれるということなんで、うん、まだ全然何も進んでないけど。はい、そうだね、急に帰ってきちゃったんですけど。だってカレー食べたいっていうからさ。あ、そう、カレーをね、すごい食べたくって、今日はちょっとママの特製カレーを。特製カレー？カレーは何カレーになる？無水カレー。あ、無水カレー。お水入れないカレー。いいですね。もっと遅いと思ってたから。あ、そっか。ゆっくり作ろうと思ってたの。ゆっくり作ってください。じゃあゆっくりやるね。ありがとうございます。いや、ゆっくりすぎだろ。いやいや、ゆっくりすぎだよ、それ。これ、あの、早回しでまたすっげー早くなんじゃない？ちょっと。これ、早回しで回したらさ、無水で野菜をいっぱい入れるってこと？野菜と、あとトマトソース。あー、いいね。うん、トマトピューレね。はい、トマトピューレ、入りました。え、ちょっと間違えたかも、確かに。え、ニンニクとかも入っちゃってる。逆に美味しくなるんじゃない。でも水が入ってないから無水カレーですね。これ水、水は入ってないから。水は入ってませんでした、うん、玉ねぎとかも入っちゃってる。もう、まあ、逆に美味しくなるかも、うん、これでやりましょう。はいはいはい。ちょっとカンカンでいいんだよ、あの普通の、うん、私がなんか間違って買ってきちゃった、うん、すいません。無水カレーってさ、気づかないよね、うん、水入ってる入ってないってね。だって私毎回違うじゃん、カレーまだね、自分で試行錯誤してる、うん、この年で。でも勝利がいるからね、あんま辛くするのもね、うん、リュウちゃんはリュウちゃんで好きなカレーがあるから。リュウはどういうカレー好きなんですか？リュウちゃんはもうね、いろんな具材がゴロって入ったやつが好き、うん、あの、じゃがいもと、人参と、玉ねぎと、あとお肉。まあ、俺もそうだな。で、勝利がちょっとそれ苦手なんだよね。うん、手伝おうか。そっちの方がややこしい。これじゃ何すればいいかな。なんか飲めば。なんか飲むしかないでしょ。いいの飲んで。あ、どうぞ。タコハイ飲んでいい。ああ、どうぞどうぞ。昨日買ってたね。はい。タコハイってなんでタコっていうの？文句じゃない。文句？うん。どういうこと？タコとか言わない？昔言ってなかった。いやいや、言うけど、そんなのあまりにすごいね。タコが。タコハイってあれだ。タコハイ。っていう意味だって、だから幸せが多い。へえ。うん、だからこれサントリーさんが開発した焼酎。玉ねぎたっぷり入って美味しそうですね。サントも入ります。なんか涙が出てきた。女の子だもん。アタック、アタック、ママだったよね。これが。こだわり酒場、タコハイプレーンサワー、行かせていただいております。これ美味しいんだよな。え、くもちゃん、朝日飲んでいい？どうぞ。そっちはサントリーで、ちょっとライバルですね。はい、乾杯。はい、どうも。イエイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。胸肉、まあ、皮、うん、皮ね。皮はいりません、胸肉の皮。皮はもう、皮はまたね、違うのに使う。あ、そうなの？うん、スープの出汁に使う。カロリー、あの、そう、あの、勝利とかにもさ、もうすぐ試合だから、ちょっと考えながら食べさせてます。胸肉好きだよね、シノクたちね。勝利あんま好きじゃない。本当はとてもものがいいか。本当はね、でもリュウちゃんは、うん、あ、やっぱ体のこと考えてからだよな。うん、これも強火でいいんですか？強火ダメ、弱火っていうか、うん、様子見ながら。で、これでさ、水分がどんどん出てくる。ね、水が一切入ってないね。水一切入ってないよ。はい。どう入れる？これ。この後ナスも入る。一個でいい。一枚でいい。一枚で大丈夫。あんま入れすぎてもいい。花輪チャンネル。
そういえばさ、昨日ブラックペアン2の最終回だったんですけど、特番があったんですよ、生放送で TBS でね、そこに僕が呼んでいただいて、金メダリストの角田夏実さんと戦うという、で巴投げを2分間耐えれるかっていうので、品川庄司の庄司君と渡君と俺で3人で、渡哲也なわけねえだろ、石原軍団の、やるわけねえだろ、そんなよ、亡くなったね、亡くなってるし戦ってきたんですよ。戦ったの、嘘でしょ、ほんと思いっきり巴投げされましたね、幸せでしたね。そうだね、気持ちよくてゆっくりふーっと、ああいいね、で楽屋帰ったら、急に腰がめっちゃ痛くなってきて、やべえって言って、見てください、どうした、ほんま、ほんま嘘でしょ、ほんと、あ、それでやられた、これで、これこんな感じですよ、ここと、膝もこれ、嘘、膝もこうテーピングして、超手加減してくれてんだろうけど、またジジイだからだな、俺は、クソジジイだよね、でも幸せだよね、巴投げ、そうかね、金メダリストから巴投げされたっていう、ね、ちゃんと試合でやられてるから、角田さん YouTube やっててさ、あ、そうなんだ、 YouTube 今度打ち合わせしてくださいよって言ったら、行きますって言ってくれたけどね、あ、それもう、あの社交辞令だよ、はぁ、いや、めちゃくちゃ行こうって思って、いや、そう、わかるけど、多分うちに来たくないでしょ、多分、で、ナス入れるね、はい、ナス3つ、ひとまず1本入れるね、あ、もうだいぶ、あ、だいぶトロトロしてきたでしょ、無水でしょ、これ無水だよ、水入れてないよ、またここから水分出てくるから、少々お待ちください、花輪チャンネル、龍之介と勝利がこの間ホテル泊まった時に柔道やるって言ってやったんですよ、龍ちゃんと勝利で、龍ちゃん強かったな、龍ちゃん強かったね、まだあるね、感覚が、柔道に、あれはやっぱりいい練習になるよ、勝利もうローレル取った、あ、ローレル取ったの、ほらもういい感じでしょ、これで水入れればミニスローレになりますで、これを向けてミニスローネ、え、ミニスローネ、ミニスローネ言えない、なんでそっち下が回る、昔からそうだよね、全然、昔からそうだから、友達からすっごい言われてたの、英語とかも全然意味分かってないのに、発音だけはめちゃくちゃいいよね、そうなのよ、本当そうなの、昔から音読、音読とかあるじゃん、結構私選ばれてた、林さんちょっと音読やってってそれだけ、あ、意味全然わかんない、ただスペルを、ただはい、マイクとかさ、はい、ケン、私、コーダシャーミンのモノマネもできたじゃんでさ、林、ちょっとコーダシャーミン、コーダシャーミンで英語ちょっと音読してとか言われてた、やってコーダシャーミン、ちょっと今できるか、ちょっと待って、ああ、Good morning, Mike Good morning, Ken Hi, Mike、はい、ってやってたのさ、友達がめっちゃ笑ってさ、ってそんなんいいんだよな、毎回言えないんだよね、ミネステローネから R 系が来るともう舌が回っちゃうんだよね、ロライとかね、ミネストローネ、ミネストローネ、だからローネカタカナになっちゃうとそうなっちゃう、ビーフストロガノフ、ビーフストロガノフ、嘘つけ嘘つけやりすぎた、やりすぎだよ、だよミステリーアーノルド・シュワルツェネッガー、アーノルド・シュワルツェネッガー筋肉んじゃないか、多分ごまかそうとしてちょっと発音がいい風に聞こえたのかもしれない、もしかしたらそうかもしれない、うわ、美味しそう、バーモンドカレー、バーモンドカレーね、美味しいよね、中辛、ちょっとこの間ネイルしたの、あ、そう、ママそれ自分でやってんだよ、すごい、でもね、なんかおもちゃの手みたいになっちゃった、私、めんどくさがりだからさ、逆に、自分でやった方がいいって、行くのがね、行くのがもうめんどくさい、化粧して、行くのがめんどくさい、だったらもう家でもやった方がよくねっていうね、よし、じゃあこれで、ね、わー、いい匂いしてきた、カレーの匂いしてきたね、すごいいい香り、あ、いい匂い、トマトとカレーの匂いがすごいね、花輪チャンネル、みょうがとレタスとトマトのサラダでございます、いや、いいですね、これはどれで食べてもらおうかな、あ、この間のほら、あの人がくれた、そうで、知ってる、ゆず塩ポン酢、
これ美味しいんだよね。南部市場で買ったですね。そう、はい、これ多分合いそうかなと思って。あ、いいですね。どうぞ。完成しました。美味しそう。美味しいよ。マジ？へえ。美味しいに決まってるじゃないですか。うわ、すごい。はい、どうぞ。出来上がりました。美味しそう、できました。無水カレー、うん、ちょっと塩ポン酢で、ゆず塩ポン酢ね。これ美味しいんだよ。そうこれね、いただきます。はい。うわー、すごい。あ、ゴロゴロ。どうすか。美味しい。美味しいでしょ。いつものカレーと全然違うね。うん、全然違う。うん、体にいいっすよ、うん、トマトがいっぱい入ってて、うん、あとお野菜、玉ねぎもめっちゃ柔らかくてすごい美味しい。美味しいですか。よかったですか。サラダも食べて、うん、あのドレッシングかけた、うん、みょうがとレタスとプチトマト、絶対美味しいよ。うん、うまっ。おいしい。うん、うまいっすね。このドレッシング美味しいね、ほんと。美味しいよね、うん、これね。ママも食べる。ちょっとだけ、うん、私もほらもう夜だから、こんだけ映ってるから、本当にこの一口二口。野菜の旨味を感じるね、ちゃんと。あっ、どうですか。うん、美味しい。うまい。うまいね。うん、辛くしたい人はもっと辛い調味料入れればね。背中向いてんじゃん。だって顔が映っちゃう。喧嘩してるわけじゃないから。でもこれ、水入れてもいいね。無水じゃなくて、こう水入れてまたルー入れた方がうまいかも、逆に。はい、ということで今日はママ特製無水カレーご紹介しました。うん、美味しかったな、すごい。でも水入れても美味しいと思う。水入れても美味しいなかなか無水にしなくても。皆様作ってみてはいかがでしょうかという感じでございまして、うん、まだちょっとこの後いただきますけども、うん、とりあえずごちそうさまでした。ママありがとうございました。すいません、ありがとうございました。